3シーズンフルで活用してもかなり安心感のあるしなやかなレインパンツという位置づけですでサイドは裾の部分はこのようにジッパーで全て開くわけです このチャンネルは登山が趣味の私、柳原が登山道具や登山で役立つティップスを紹介して、ステップアップできるチャンネルです。そして、山旅というメーカーは、山、旅、日常をボーダレスに使うことができる、汎用性の高さを重要視し、軽量で使いやすい、どこにもない特徴を備えた、かゆいところに手が届く山道具メーカーです。概要欄のリンクからぜひ遊びに来てください。こんにちは、山旅旅チャンネルです。え以前の動画ではえ、サロモンのアウターパス、 えプロレインジャケット今僕が着用しているこのレインジャケットのギミックを紹介させていただきました非常にユニークなレインジャケットだなというふうに思っていただけた方いらっしゃるのではないでしょうかえそして続いて今回はこのアウターパスプロ 2.5レイヤーのパンツを紹介しますこのパンツもレインパンツの中では僕は見たことのないようなレインパンツで、とてもシンプルなんだけれども、非常に使い心地に優れたレインパンツに仕上がっています。今回はまずレインパンツのスペックから紹介をして、そして、 なぜこのレインパンツが登山での使用に適しているのかというのをデザイン、そして履き心地の良さからレビューをしていきます。まずこのレインパンツのスペックから紹介をしていきます。ジャケットと同様に2.5レイヤーというメンブレント表生地、そして裏生地はプリントによる非常にしなやかで かつ透湿性に優れた素材を採用していますジャケットの時にも触れたんですけれども、この体に当たる側は、このような凹凸のある素材で、触るとちょっとこう、デコボコしたような、そんな素材感です。で、このデコボコした素材感によって、例えば僕は重曹登山だと、短パンを履いて登山をすることが多いんですが、雨の時に短パンの上からこのレインパンツをレイヤリングするわけですが、足に汗をかいた時に、ペタッと、 このパンツに吸い付きづらく結構快適に過ごすことができますただし結構汗の水分量が多い時とかにはずっとサラサラしてるというところまではいかないんですがそれでも <coughs> いわゆるシェルパンツと言われるものの中ではかなり快適なそんな裏地に仕上がっているというふうに感じていますそしてこのパンツはスタッフバッグなどはなくてこのようにくるくると畳んで取り出しやすいザックの フロントポケットなどに突っ込んでおくことになるわけですがコンパクト性においては まあこんな感じでソフトボール台ぐらいの大きさにすることができるレインパンツです。まあ、レインパンツとかレインジャケットはあんまりコンパクト性にこだわることがなくて、すぐに取り出しやすいザックの雨蓋とかフロントポケットについているメッシュポケットとかに突っ込んでいるような状態ですので、まあ、こんな感じでザックの中に収納しておくことが多いです。そして重さですけれども、メンズタイプで 237g が平均重量です。 そして、ウィメンズタイプが 247g という平均重量で、まあ、レインパンツとして非常に軽いものから比べると、非常に軽いものとかだと 100g 台のレインパンツなどもあるんですが、それでも結構軽い部類に入るレインパンツなんじゃないかなというふうに思います。そして、このレインジャケットと同様に、表生地は40デニール。ですので、結構しっかりとした表生地で、そして、リップストップナイロンですので、耐久性に優れ、そして、 3シーズンフルで活用してもかなり安心感のあるしなやかなレインパンツという位置づけですそしてこのレインパンツ素材はなんとこのようにストレッチする素材なんですでシルエットとしてはこのレインパンツが M サイズで僕身長1 8 0センチなんですけれどもレインパンツで僕はサイズとして重視するのは足を上げた時にできるだけ登山靴の中に雨が入らないように しっかりとした長さになっているのかということを見るわけですがその点だと身長 180cm だとそうだなぁ L サイズの方が裾の長さはいいんですけれども足を上げる時にはどうしてもちょっとくるぶしが出てしまうという感じがありますただしシルエットとしては M サイズでちょうどよくってこのようにストレッチするので S サイズでタイトに着用してもえ、突っ張り感がなくて、その点にもサイズ感においては、動きやすさという点においては非常に優れたストレッチ性、そしてシルエットだなというふうに思います。え続いて、このレインジャケットの優れたデザインを紹介していきます。このレインジャケットのデザイン、例えば雨が降ったとします。そしてこのようにトレッキングパンツを履いて行動をしていたときに、登山靴を いいていたとうう状態のの場合皆さんんはどんな風にこのレインパンパツを着用ししますでしょうかよくあるのは、まあ、このパンツもそうなんですが横にこのようにジッパーが備わっていて少し大きく開いて登山靴を履いた状態でこのようにレインパンツを履くという方もいらっしゃると思いますまた登山靴を一度脱いで足を通すという方もいらっしゃると思いますが登山靴を履いた状態でレインパンツを履くとどうしても泥でこのレインパンツの中が汚れてそして 短パンなりこういったトレッキングパンツを汚してしまうということがありましたしかしこのアウターパス2.5レイヤーのレインパンツはなんとこの側面部分が全て開くんです開く時は上ではなくこの裾の部分までジッパーを開けてこのように取ります反対側もスナップボタンを外し裾の部分にジッパーを 落としていきます。ジッパーを外すときには上からではなく、この裾の部分から外すことができるので、必ずジッパーは下まで戻していき、そしてこのように取り外します。そうするとどんな状態になりますでしょうかなんか2枚の生地になるような感じがするんですけど、まあそうではなくて、こんな感じで、ちょうどこれがお尻側なんですが、前と後ろがこのように分かれて、サイドは 裾の部分はこのようにジッパーで全て開くわけですですので履く時はこのようにパンツをまたぐような形で体にフィットさせた後にまずは一番上のスナップボタンをこのように取り付けますで取り付けたら雨が降っているなというふうに仮定した時にはまずは上からジャケットを羽織って一旦これで体を雨から守ることができると思いますそしてこのように完全に開いている状態ですのでここからジッパーを 締めていくわけですが、まずはじめにこの裾についているジッパーに反対側のジッパーを取り付けこのように上に締めていきます。でこのジッパーは止水ジッパーではないので上からこのようにフラップが取り付けられていてエアメからこの ジッパーを濡らささないいようにデザインされていますそしてこの裾の部分にもスナップボタンがついていますのでスナップボタンを取り付けるそして今は靴下なんですけれども例えばローカットミドルカットハイカットさまざまな登山靴でも上からこのように このレインパンツが、えー、覆いかぶさった時にこのように内側にコードがついていますこのコードを使うことでこのパンツの裾とそして登山靴をフィットさせることができます今度は反対側ですで反対側も同様ですでそしてこのような作りですので例えば足が群れて気持ち悪いなというふうに思った時にはもうジッパーを膝ぐらいまで開けちゃってこのように横から 通気を促すこともできますこれが結構気持ちよくって上から降ってきて風が弱い時にはこんな風に。 通気をかなり、えー、多く確保しながら、えー、行動することができるレインパンツなんですそしてフロント部分はこのようにスナップボタンが備わっておりそしてジッパーがついているこんなような作りですので今みたいな履き方をしない場合例えば山小屋とかテント場とかテントの中とかでもう雨が降っている状態からスタートするときにはこのように脱ぎ履きが楽なのもポイントが高いですえただしちょっと難点としてはこれコードが締める え紐が全くないんです。後ろ側にこのようにゴムバンドが備わっているのみでこれでフィットさせるというような作りですそして横のスナップボタンも1箇所のみで例えばこれ2箇所あれば少し強めに締めるといったようなことができるんですがウエスト部分の調整機構というのが本当ゴムだけという非常にシンプルな作りでこのシンプルがゆえに少しこう行動し続けているとお腹が 周辺が緩くなってきてしまってこうやってずり落ちてきてしまうというようなことが少し心配な時があります。そして 外側にもベルトループが一切ないので、まあベルトがあればフィット調整をすることができるんですが、そういったものが一切ないので、これちょっとお腹緩くなったらどうしようかななんていうのがちょっと気になっている問題ですね。今回紹介したレインジャケットもレインパンツも、僕は登山だけでなく、ちょっと肌寒い季節のトレイルランニング、そしてファストハイク、そんなシーンで活用した時に、ジャケットもパンツも見ていただいたように、かなり通気性に優れており、糖質性にも優れたジャケット ににに仕上がっていますすすめのののンンで人は特おめレインジャケット、とレインパンツ、ですまこれからレレイインンンジャケットパツ必ず登山では必須アイテムになるので、えー、買い替えようというふうに考えている方は、ぜひこのアウターパスもチェックしてみていただけるとお快適な登山のおきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。えー、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタンを、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。